こじるりとはどうだったんですか。あの子はね審査委員長でなんかポカやった。あの子はちょっとおバカさんをしたんですよね。なんか一応仲直りしたみたいなニュアンスのことが。そうそう、もう許してあげましたけど、っていうかあの私あの先ほどの話になりますけどね、何でも千代先生の好きじゃないですか、はいはいはい、もう70過ぎてから始めたポールダンス、もうももなんか真っ青になる、週2回かな3回かレッスンして挑戦して大変だったんですよ。であれさんまさんの番組でしたよね。で1位になったんですね。で2回目も1位になったかな忘れましたけどで3回目も1位になるっていうか、もう技術がどん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 あの高まっていって、こんなこともできるようになった、あんなこともできるようになったっていう感じでいたんですけど、さんまさんがこう振ったのがいけなかったのかしら、彼女に、あの1位決めなさいみたいなことで、彼女あのその場で言わなきゃいけなくって、その本当だったらあのスタッフの人たちがずっと私についてきていて、その練習から何から全部取っていて、ところが彼女が1位に選んだのが、何でしたっけ、あのレスリング、アニマル花もぐりさん、アニマルさんね、お腹丸出しにしてもうこうしてここにあのへのへのもへじ書いていやらしい歌歌ってやったんですよ、その人1位にしたの、それを夫人を、ですからもう番組としてはあの私を1位にするべき、週に2回 の、あの3回のレッスンも一緒に来てましたし、それも朝早くから高めてってたわけですよ。だからもうその番組自身ももうそこで切れちゃう、だって悪いけどわはははとか出てきて、でお腹をゆすってこのへのへのもへじって書いて、その人を1位にする何にもない、だって他にも十数人の方たちが競ってるわけですから。夫人言ったんですか、これでおかしい。いや、そんなこと言わないですよ、言わないけれども、もうそこで私はもうこの番組出ませんっていう。使えるんですかねこれリアリ、リアリすぎて有名な。だから私が出る番組には彼女は出さないみたいな行動にずっとなったんですけど、夫人めちゃくちゃ元気ですよね。僕モナコにご一緒させてもらってびっくりしましたもん。夫人が一番元気でしたよ。そうだって結構お酒バンバン飲みじゃないですか。そうですね、しかもなんか朝まで飲みましたね夫人。そうむっちゃすごいですよ。どっからそんな元気が来てるのかなと思って。もう男たちはみんなダウンしてるのに夫人だけ飲み続けるみたいな。すごいなと思って。ね本当にこんな頑丈な体に産んでくれた、ね、両親に感謝しなきゃ。でも多分精神力だと思います。夫人ね、あのこれだけねすごいねセレブリティな生活されて、でもこうイッテ Q とかいろいろメディアにも出られてるじゃないですか。なんでこうメディアでいろんな人に出演続けてるっていうのは、テレビの影響っていうか、大きいじゃないですか、ものすごくね。あの何かイベントしてチャリティーのイベントや何かするときに、やっぱり有名である方が集客が早い。集客力ですね。でそれと私あの何でもこう挑んでみる、ね、そう体を張れれますよね夫人結構。あの人にできて私にできないってことない。あの人も人間、私も人間、同じ人間だったら私もできるはず、ということで何事にも挑む、チャレンジしてみる。でそれがもう諦めた時、私は自分が年取った時かなと。おいい言葉ですね。だからいつまでも若くありたいっていうのは、何事にも興味を持つ、何事にも好奇心を持つ、何事にも探求心を持つ、それが若さの秘訣かなと。やっぱりいろんなこと挑戦してる楽しいですか。やっぱりできたっていうその達成感、この達成感は何事にも変えられないものですよね。最近なんかありますよ達成感感じたこと。最近ね外国に行けないじゃないですか。あそっか、はいはいはい、ね、でもやっぱり出川ガールズより私の方が密林の中は歩くの早いですし、疲れたって絶対言わない。女の子たちはもういや疲れた、どう休みましょう、私まだ行きましょう、行きましょうって。出川さんはどうですか。出川さんもなんかやっぱりあの私ご一緒じゃなかったんですけれども、やっぱり水の中に入ってイルカとあのいろんなことをするっていうのをこの間のが見たらばお年を召したのかなと思いましたね。夫人の方が元気ですよね。